中山秀幸の有楽町で会いましょう。高間さんはね、もともとそのバンバンでやっていて、抜けた後にバンバンがヒットするんですよね。あれもうちょい今日楽しい気持ちで来たのに、すみません、また思い出させるの、間が悪いっちゃ間が悪いじゃん。でも、ね、やっとバンバンが売れるんですよね、その後ね。そうですね、4年ほど一緒に活動し て、で僕はもうここでやっててもヒット曲ないなと思って、やめた、そのすぐ後に名曲大ヒットするわけですね。いちご白書もう一度、いちご白書もう一度、あの時いないんですよ。いないんですよ、もう一度どころか ね二度となかったということだけ、二度となかったうまい、ね、やめてすぐですよね。そうですよね。どうですか、まあ、その時どうですか、すいません、もいや、その時はまだね自分も勢いあったし、あ、若いからね、まあいいやまあそのうち、まあ、俺も来るさ、うん、なんて思ってたけど、それからどん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 心凍らせてまで18年かかってるんですよ、そっから。だからバンバンの4年の苦労よりも圧倒的に長いんですよ。長いんですよ、一人の道の方が長くなっちまったんです ね。そうそう、それでもうこれは家族も増えてきたし、はい、働かないと食えなくなってきたんですよ、うん、音楽の仕事だけじゃね。あ、そんなことばっかり言ってられなくなったんですか。そう、で半分は力仕事のバイトに出かけて、半分は音楽の活動という。あ、じゃあもうアルバイトをしながら。そう、それが12年間続いて、ようやく42でしたかね、翻訳の時に心凍らせては。ザ・マーミロお客さんに言っても仕方ない。だやめないっていう、こう強さですね、これ。あ、ですよね。だからね、うん、そういった意味ではバンバン、そのいちご白書をもう一度って曲がね、はいはい、自分の背中をずっとこう支え続けてくれた曲かもしれないですよね。なるほど。逆に言うとね、そうか、まあ、それを聞くと寂しい反面、うん、あ、でも彼らもこうして頑張ってヒット出したんだから、うん、自分もいけるかもしれないみたいな気持ちがずっとこう持続させてくれた一曲かもしれませんね。ファンクラブの旅行が最近あったということなんですか。この間、新曲の道のく冬ホタルという曲の、歌に歌われてくる、はい、いる、秋田の上日の木内というところに行きまして、仙北市というところなんですけどね、はい、毎年2月10日にその上風船揚げというお祭りがあるんですけど、なるほど、それを舞台に歌っているので、うん、それをみんなで見に行こうということで、うん、110人ちょっとのファンクラブの皆さんと一緒に。それがこちらにもあるんですけれども、はい、これですね。はい、これは大きな7メートルとか8メートルある。そんなに大きいんですか。そうなんですよ、まあ、火で揚げるんですね、これね。そうです、熱気球っていうかね、そういう感じで、うん、約もう100年以上続いている伝統のお祭りなんですけど、うわ、それで地元の方がご好意で、はいはい、道の子冬蛍の大ヒット祈願というのを書いてくださって、うん、実はこの上風船っていうのは、うん、願い事を書くと、はい、願いが叶うと言われてまして、お、大ヒット祈願、もう願いが叶わずにはいられない。そういうことですね叶わないわけにはいかないという、はい、そうことですね。でもこれはやっぱり自然の中でこう上げるので、うん、強い風が吹いたり雪が降ったりすると、うん、うまく上がらなかったり途中で燃えてしまったりするのもあって、でもこの風船はちゃんと上がってください。天に飛んできましたか。そうですね。うわー、なるほど、すごい。ぜひともじゃあね、ヒット祈願ということでね、はい、こちらの紙風船でございます。皆さんね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。徳永君と言いますとね、まあ、恒例のやつちょっと挨拶代わりに行ってもらってもいいかな、今日も。わ、はい、かりました、ね、やらせていただきます。ありがとうございます。本日も JR 東日本ご利用いただきましてありがとうございます。この電車は湘南新宿ライン高崎線直通普通電車の高崎行きです。新宿を出ますと池袋、赤羽、浦和、大宮、宮原、上尾、北上尾、桶川、北本、鴻巣、北鴻巣、行田、吹上、熊谷の順に終点高崎まで各駅に停まります。発車まで1分ほどお待ちください。お見事、ありがとうございます。これ嬉しいね。長距離走ってますね。この電車に乗るとうちの実家に帰るんですよ。あ、そうなんです。あ、そうだ、本当だ、ね、そう、高崎方面行きますかね。高崎の僕2つ前なんで、はいはいはい、新町というのが高崎線にある、はいはいはい、神保原の次の駅ですね。いや、それも駅全部覚えてんの。いや、まあ、いや、ある程度ですね、うん、ちょうどこの間その神保原はイベントで行ったので、はい、記憶に新しいです。すごいな、なんかもういろいろ多彩ですね、でもね。